ですね、ターミナル3の向かいにありますリゾートワールドに来ました。前に見えてるのはマリオットホテルです。ここでちょっと晩飯を食べて、それからいつものカジノに入ってみたいと思います。ここはもう撮影はねできないんで、まあ中身撮ることはできないですけど、はい、いうことです。はい、やってまいりました。今日はね、ここで蒸し鶏を食べます。ダオイエン、私の大好物、はい、ハイナンスタイルのチキンライス、私の大好物、それとこれですね、レッチョン。シンガポールスタイルの中華レストランで食べ終わりましたけども、あれもともとあそこのタオイエンはタイムパシフィックホテルの横にねあったんですけど、あっちの方は閉めて、ここのリゾートワールドの方は開いてます。市場さんは閉めちゃいましたか？開いてないです。まあ、平日のねまだ6時なんで、6時前なんで、まあ、あんまり人いませんけど、こんな感じで、この時間帯ですからね、まあ空いてない。まあ時間早すぎるか。決めちゃったかな。ここも閉めたんか。ここはまた来たいと思います。ここの真ん中も閉めたんかな。グランドウィング、ここは初めてやね。おお、こんなんできた。ああ、通り道かな。ああ、グランドウィング、どっかにつながってるんや。ああ、こっち側か。こっちもカジノあるんか。お、あ、シェラトンホテルか。だからいつもプレイしているのはガーデンウィング、こっち新しくグランドウィングができたいうことか。新しくこれがオープン、オープン。まあ、カジノはどこ行っても豪華やね。ここは何や。ここのなんかバーはオープン。
かな、行ったら。ここカジノか。はい、今日もわずかながら勝たせていただきました。まあ負けないようにね、負ける前にやめるんで。はい、ただ人はやっぱりこっちはちょっと少ないですね。平日もあるんか。でも岡田マニラ、それやあとシティオブドリームに比べたらちょっと少ないなっていう感じです。はい、そんなところですね。はい、ということで、平日のリゾートワールドとカジノでした。はい、えらい暗いね。なんでこんな暗くて。はい、ということでタオヤンで食べて、はい、ということで、リゾートワールドとカジノの様子でした。はい、どうもー。